パワーフォワードはバスケットボールのポジションの呼び名。ポジション名を番号では4番と呼ぶ。通常スモールフォワードの選手と比べて身長が高く、体格に優れた選手が務める。コート内ではゴール下での守備、得点を主な役割とし、リバウンドやゴール下での得点能力など、ボールをキープするパワフルなプレーが求められるほか、ロングシュートの技術や速攻に活かせる。 走力、瞬発力も求められる。高い技術力でチームを引っ張るオールラウンドプレイヤー。パワーフォワードはインサイドポジションだがゲームの状況を見て柔軟にインサイド、アウトサイドを行き来する。オフェンス技術としてはアウトサイドの選手へスクリーンをかけたり、ピックアンドロール、パスの受け渡しに出たり、時にミドルシュートを打ったりもする臨機応変さが必要なポジションである。 リバウンドに競り勝つためには、ボックスアウトなどの技術を身につける必要があり、ゴール下での勝負力だけでなく、外からのシュート力やパスを裁くセンスが必要とされる。近年の NBA を見てみるとこのポジションにはリーグを代表する選手が多く、過去には史上最高のパワーフォワードと歌われたカール・マローン、チャールズ・バークレー、7シーズン連続リバウンド王に輝いた、デニス・ロドマン、 シカゴブルズの最初の3連覇に貢献した、ホーレス・グラントなどがいる。また、センターもこなすことができるティム・ダンカン、ジャーメイン・オニール、外からのシュートを得意とするダーク・ノビツキーや、ラシード・ウォーレス、抜群の走力と器用さを合わせ持つけ、ビン・ガーネットや、クリス・ボッシュなど、パワーフォーワードの選手像は徐々に多様化している。一方で基本に忠実でゴール下でもくもくと仕事を、 コナスカルロスブーザーのようなブルーカラータイプの選手も重宝される。ありがとうございます。